ヒーローズファンタジアはバンダイナムコゲームスから2012年1月19日に発売されたプレイステーションポータブル専用ソフト。1990年代から2000年代にかけて放映されたアニメ10作品のキャラクターが集結するクロスオーバー作品でそれぞれのキャラクターが特殊能力を用いて戦うロールプレイングゲームである。プレイヤーキャラクターは基本的に 本作オリジナルの主人公によるが、ストーリーが進み登場作品が増えると、パーティーからオリジナル主人公を外して、戦闘自民を編成することができる。ただし戦闘パーティー自民の選択は作品単位であるため、キャラクター単体でのパーティー編成は不可能。選択作品は4作のみであるが、ストーリー進行に伴い作品ごとに、パーティー編成がアンロックされ、 最終的には好きなメンバーでパーティーを組めるようになる。主人公は国際調査機関、沢田国際リサーチに所属する調査エージェント。ある日、沢田国際リサーチは複数の国家特務機関からタイアルター刑務機関、ホーリーの監査を依頼され、主人公はその任務のためにホーリー本部に向かう。ところがそこで、 ホーリーに捕獲されていた、カズマの脱走に遭遇。共犯の嫌疑をかけられた、主人公はホーリーに捕獲されそうになるが、その中で、リナイコールインバースを引き連れた、異世界アドロアスの死者リュードックに遭遇し、同行を壊れる。半ば流される形でアドロアスへ向かうことになり、そこで、アービンと、怪物レイン、赤い霧が引き起こしている、危機的状況を知る。 現実世界とアドロアス海。二つの世界の危機があらわとなったとき、主人公達の英雄譚が宝かなる外貨を挙げる。以下は、アニメ制作会社の五十音順並び、主に原作との立場の際などを記載する。RODREADOR、e、大小説、漫画、共に集英者より観光。ストーリー的には、第一話から第二話の間、すでに、 ナンシーの名前は出ているが、リリエンタールはまだ生存しているようである。ブラッド小説、漫画、ともに、角川書店より観光。ダーカーザンブラック黒の契約者2作品で1ユニットの扱い。ボンズ作品だが、制作委員会のメンバーに、アニュプレックスが名を連ねる。ダーカーザンブラック黒の契約者マイナス漫画版については、月刊アスカ連載。 現実世界側に空いた次元の亀裂により、黒の契約者と、流星の双子の二つの時間軸から飛ばされてきたという、設定。ただし、魅力という組織は存在している。ケロの群想原作漫画は角川書店より観光。スクライド小説版は、電撃文庫。ストーリーの中核の一つ。カズマが捕まったあたりからストーリーが開始する。舞姫小説版は、 特マデュアル文庫と女神文庫。ストーリーの中核の一つ。他作品のメンバーの影響で終盤がやや異なる。親友を除き、全員必殺技にムービーがある。以下、すべてレインによって発生した次元の亀裂により、アドロアスに迷い込んだ形となる。スレイヤーズレボリューション9作は、イージーフィルム制作。原作小説は、藤見処房より観光。 ストーリー的には、ザナッファーを撃破した直後とのこと。魔術師、オーフェン原作小説は、藤見書房より観光。魔法戦士、流イ原作小説は、藤見書房より観光。英雄モード時において、各作品の主題歌のインストゥルメンタルが流れる。ありがとうございます。